いろいろな形の型小抽出カートリッジ。型小抽出とは分析化学で溶液、または見学液中の目的とする化合物と不純物とを物理、化学的性質に基づいて分離する方法である。化学分析の全処理として化合物を分離あるいは濃縮するために用いられる。食品、医学における尿、血液、組織、環境における水、土壌、 空気など様々なサンプルの分析に適用される。溶液、または見学液に含まれる溶質が固体の中を流れる間に、それぞれの親和性に応じて吸着したりそのまま流れたりすることを利用する。液体と固体の間で抽出を行う方法と言っても良い。不純物が吸着すれば、目的化合物を含む流出液を分析に用いる。逆に、 目的化合物が吸着すれば別の移動症を流して目的化合物を溶出しこれを分析に用いる。固定症は普通、注射灯状の容器や多数一度に扱える用96ケツマイクロプレート用にパックされたカートリッジあるいはディスク状のものとして販売されている。移動症を流す方法としては注射器で押し込む。 延伸する、ポンプで吸引するなどの方法があり、各方法に応じた、器具、装置がある。固定症には、シリカを単体とし、特定の感能元を結合させたもの、またポリマー製の単体も使われる。次のようないくつかの原理に基づくものがある。極性の固定昇を使い、分子がその極性により固定昇に吸着されるのを、利用する。極性の高いアルミナ、尻カける。 フロリジル、またシリカに短い炭素差を介して、極性間納期を結合したものが用いられる。非極性、または弱極性の溶媒に溶解したサンプルを流すと、極性化合物が固定床に吸着される。これは強極性の溶媒により溶出される。非極性の固定床を使い、溶質が移動床と固定床との間で分配されるのを利用する。 固定症の表面に長い炭化水素素やフェニル元を結合させたものが多く用いられ、また用途により活性炭なども用いられる。使用前には、非極性、弱極性溶媒を流して、コンディショニングを行い、ついで強極性溶媒を流して平行化する。ここに、強極性溶媒に溶かしたサンプルを注入すると、中程度ないし弱極性の分子が、素水効果により吸着し、非、 弱極性溶媒により溶出する。溶出とイオン交換性固定症との電気的相互作用により分離する。水系溶媒を用い、サンプルを流す際には固定症とサンプル成分の両方がイオン化するような pH にする必要がある。吸着した目的化合物を溶出するには、化合物または固定症いずれかをオン化するような溶媒を流す。 影4交換プラスに加電した固定症が影4と相互作用する。固定症には強いものとしては常にイオン化している4級アンモニウム、弱いものとしては約 pH9 以下でイオン化するアミンが用いられる。強いイオン交換固定症では強酸性の不純物が全て吸着される。一方強酸性の目的化合物を回収するには弱いイオン交換固定症が有利である。 非温交換マイナスに加電した固定症が非、イオンと相互作用する。固定症には強いものとしては常にイオン化している方向属する本酸。弱いものとしては約 pH5 以上でイオン化する脂肪属カルボン酸がよく用いられる。強いイオン交換固定症は強塩基性の不純物をすべて吸着する。強塩基性の化合物を回収するには 弱い音交換固定症が有利である。以上のほか、キレート作用や、特異的な分子間親和性を利用したものがある。代表的なブランドとして、イナートセップ、イナートセップなどがある。ありがとうございます。